はい、じゃあ続きで撮っていきましょうと。2000ある。とりあえずスポーツを買いましょう。レーザースコープそれよりも余ったスコープを売りたいんだよな。おお、仕方がないな。よし、行こう。マップデータから入るよ。今んとこ新しい銃はまだ持ってないので、とりあえず次の銃を手に入れないと。確か何で即しちゃったっけな、やつは。青いやつはまだまだまだ。おっと、ここは押さないでおこう。おお、中のパーツがある。カスタムパーツで新しい銃のパーツではないのか。うひょっ、制限時間2分あるのか。お、しまった。うわ、あかんない。当たんない。よっしゃい。いや、大苦戦したな。うほ、新しいやつだ。20秒、大変だ。うわ、大変だ。うわー、確かセーブはしてたな。あっちの部屋は行った。どうにかしてあのアンデッドをクリアしないといけないわけね。困るね。
脱出。スケルトンは何で即死だったっけな確か B だった気はするけど、スケルトンエスで即死か。ゾンビ、臨速者どうしたか。よし、S で再調整だ。ちょっとどっかで試し切りしてる。じゃなかったのだよ。おい。大変だな。おっと。ゲームおかしいな、 S で即死のはずでは。まあいいや、これでやってみよう。
ちょっと新しいスキルをくださいな。ダイナミックな技で炎属性の攻撃をする。ちょっとこれでいってみるか。あとちょっと振り持ったところがあるんで、なんかこの辺がねちょっと怪しいのよ。気のせいか。いや、おお、おお、今はもっと強い柔道持って帰ったんだけど、ね、ドゥランドゥラン、ビリー・コブハン、ガンマ・レイの3人か。違うか。ほうほう、ではなかった。ほいほい。一旦イーストシティに戻しに行ったと。ほうほう。はあはあ。いたね、とりあえずあそこに秘密の店があるということは分かったので、とりあえずあこの死神を倒さないと。先に進めない。おそらくあれが10パーツなんだろうけど。ちょっと演出時間長いから大丈夫。ダメだったー。次、もう一回。間違えた。いや難しいな。あー、セーブが遅かった。ちょっちょっ、動き回るんじゃない。
よし、今度はいける。よっしゃー、やっとクリアしたー。さあ戻るぞ。うん、カスタムパーツが足らない。 C が4だ、 B が2だ。B が足らんのかな。じゃあちょっとこの B をくれ。C も1個足らんでか。高性能ライフ。100じゃ買えないな。で、次開発できる銃はどんな銃だい。うん、フォトン。フォトンのパーツが必要か。ほいほい。勝たないな。さて、そろそろ黄色いやつを壊したいんだけど、まだ壊れないかな。そうだな、あったかな。ゲームマックス。ダメか。おっとっとっと。よっしゃい。確かここの真ん中の部屋にあったはずなんだよね。青いコンテナが。よし、うわ、背後を捉えてしまった。アイテムが大量にあるだけだったのか。しょうがないな。とりあえずこっからは新店長。S 属性だったな確か。
いや、ちょ、捕まんない運が悪かったらそれはマメタに向かって言ってんのかい。くそー5秒では辛いぜ。はい、というわけで今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディアス、次回へ続きます。